きっとご主人様の大切な方なのだろう。ご主人様がお話しするには、私はお会いしたことがあるらしい。でも私は覚えていない。思い出せない。多分古いから。はい、見えます。良好です。新しいご主人様ですか？すみません、ごめんなさい。私が覚えているのはそれからのことだけ。それ以外は何もない。何も。私はダイニングキッチンに戻った。今日ご主人様はご夕食をどうされるおつもりだろう。お電話した方がいいのだろうか。でもお仕事の邪魔にならないだろうか。ご主人様が帰ってからにしよう。電話出ようか。ご主人様と留守中のお電話の対処についてはお話をしていない。でももしかしたら何か重要な要件かもしれない。はい、平野でございます。え、間違えました。若い女性の声だった。私はキッチンに戻った。これからご主人様がお帰りになるまでの時間、何をしていよう。お帰りなさい、ご主人様。ご主人様の留守中にお電話が鳴った場合はどうすればよろしいですか？はい、ニュース、歩ける？
数歩けるですか？数少しはご主人様のお手伝いできる？電話番号変えてないよね。実家にかかったかと思っちゃった。昼間電話したらございますって出たから。恋人？はい、ご主人様。
主人様のお手伝い。お部屋のお掃除。す、平気。夢を見ました。なんだか少し変わった夢でした。電気羊の夢を見ました。ありません。ご主人様、ご飯です。ご主人様、失礼します。スー、お背中。でも、スー、お仕事。スー、お背中お流ししたいです。かゆいところないですか？ここですか？
ここですか？もう少しこすった方がいいですか？まだですか？ご主人様。